2月15日火曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県は15日2022年度当初予算案を発表しました。一般会計は前年度当初と比べ0.5%増の7634億2700万円です。新型コロナウイルス対策の関連経費が押し上げ、4年連続の増額編成となりました。 22日に開会する2月定例県議会に提案します。岡山市は15日、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種で64歳以下の対象者へ接種券の発送を始めました。第1便は2回目完了から6ヶ月以上が経過したおよそ6万9000人分で、 今週中にもそれぞれの家庭に配達される見込みです。届き次第予約と接種ができます。現在の岡山市東区を拠点にした大工集団奥大工をテーマにした企画展が岡山シティミュージアムで開かれています。江戸後期から明治期までの寺や神社の建築図面や装飾のデザイン画などを通じ 瀬戸内一園で活躍した大工集団の技術力や豊富な知識を紹介しています。この企画展は23日まで開かれています。続いて天気予報です。2月16日、岡山県南部は曇り、時々晴れ、ところにより夜遅く雪でしょう。最低気温は0度。 最高気温は6度でしょう。岡山県北部は曇り、夜遅く、雪、ところにより、夜、雷を伴うでしょう。最低気温はマイナス1度、最高気温は5度でしょう。降水確率は岡山県南部、午前0%、午後0%、岡山県北部、午前20%、午後30%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。